はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、最近のリアタイ動画では投手メインの動画が続いておりましたので、これからは少し打撃メインの動画を挟んでいこうと思います。この前コメントの方でいただきましたオールサブポジオーダーでリアタイをやっていきたいと思います。もちろん西武純正で組んでます。4月31日までチャンネル登録者1000人を目標に取り組んでおります。少しでも興味を持ってくれたり、また見たいなと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さてこちらがオールサブポジで組んでみたオーダーです。極力内野手を外野手、外野手を内野手で組んではみました。メインがセカンドのトンサキさんをレフトに、今シリーズのメイン適性がサードのウーさんをセンターに、そしてカブレラ選手をライトに置きました。ライト適性が F というオールサブポジ代表選手です。主将ですね。そして内野手、サードには穂高さんを置きましたけど、もうサード適性ないと思ってましたので今知りました。そしてファーストには浅村さん、二遊間には普段外野手のこの両選手、実際ユーティリティ選手でしたスパンジーをショートに、そして岸さんをセカンドに置きました。2人のメイン適性合わせるとね結構やばいですけど、どちらもね守備が積極ですので意外と頑張ってくれるのではないかなと期待を込めて見ることにしてみます。そしてキャッチャーがねどうしてもいなくて、 A の田淵さんを調合にして使っていきたいと思います。カブレラ選手同様キャッチャー適性が F というオールサブポジオーダー副主将となっております。 DH はね誰にしようか迷いましたけど、日本球界復帰を決断しました秋山翔吾さんでいきたいと思います。ぜひ西武に来てほしい。打順の方はサブポジオーダー主将のカブレラ選手を1番に置きまして、2番スパンジーの外国人上位打線で、全体的に守備適性が低いですので身をもって守備の大事さを痛感する回になるかもしれません。それでは行きましょう。あ、早速守備からですね。うわー低い。え、もうないじゃんあの宇宙感。一番いいのがね浅村さんの C でしたね。みんなファーストに打ってほしいわ。ファーストに打ったらもう安心よ。望みありませんよ皆さん。取れる。よし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 。ファーストに打ってほしいけどライトには打たないでね。頭越しちゃダメよ。あ、あれ、おいしょしょしょし、ナイス岸さん。二遊間はね先ほども言いましたけど積極守備ですので、それがもしかしたらこうそうするかもしれない。取れる。あー殿崎さんもね足速いからなんとかなりそうだけど。うわー4番一郎に代打の吉野さん、とりあえず内を意識させときながら平さんの回で言ったこの外の横突でフライアウト打たせる。そう、あ、いやこれ腰か。あーそれは腰すぎ。フライは打ってもらったけど、さすが代打吉野部だな。ちっちゃい頃のね吉野部さんが出た時の歓声が忘れられない。代打高橋吉野部であんな盛り上がるのはっていう。あー丸でかいな、羨ましい。なんだこれ。あー掛け弾頭。守備でねやらかすかもしれないからね、点を取っときたいね自分で。エラーしてもいいように。いやあないぼ。そうオッケー。ちょっとね打率が4割2分まで下がっちゃったんでね、5割復帰を目指したい。あもうスパンジーのね懐が広い、このこういうフォームじゃないけど打ちやすい。そういいよ外人両打者で。さあここから一番守備のいい浅村さん、褒めて使わしますよ。うわーうまいわ。一点まっすぐじゃなかった。あーマジか、捉えたのに。せっかくの外人コンビでねチャンス作ったからね、この背番号3番コンビで点取りたいのに。入るか。一点まっすぐな気がする。そう、あやばい。前も言ったけど単打だけの時はね負けパターンにつながってしまうから絶対点取っときたい。あ高梨さんよく見るなこの人。肩痛めるよ、休んだ方がいいよ。出ない方がいいと思いますよ。肩壊したらどうにもならないよもう。そう
よし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 、被りは来れる。あーナイス。あーチャンス出て欲しかった。ウーネンティンスタメンで出るの久々ですからね。わあナイボ、選球が出てるからね、めちゃめちゃ目いいよ今。あまあ同点に追いついたんでね、まあでもヒット3本打ってね1点っていうのもなかなかきつい。さあファーストに打たせる投球をする。ファーストに打たせる投球を実際どうやったらいいかわからない。とりあえず打ち投げとけば引っ張るでしょうみたいな。いやー取れない。あれどうなんだろう、実際守備適正よかったら取れるのかな。おいやーナイス穂高さん、いいいい安心できる。ちょっと三遊間に打たせるか。三遊間に打たせる方法はわからない。とりあえず外に投げとけば流すでしょみたいな。スパンジーの守備も見てみたい。あおおナイスキャッチ、いいぞいいぞ、さすが先発適正 S。 一番いたわここに守備いいやつ、 S だもんな。隅田くんだったわ一番いいの。おいしょ、あーよかった、ナイス隅田くんいいじゃん。おー来た、意外性意外性、この意外性って何なんだろうね、どうやったら出るんだろう。パワー77はね明徳義塾の4番よ。言ったじゃん肩痛めるからね出ない方いいって。いや無理だ。さあ日本復帰を決断しました男、ぜひ西武に帰ってきてほしいわ。なんか青木選手みたいにねチームのね中心選手として柱として、おおこれは柱なれるわ。さあ来た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 、一番カブレラ、パワヒ合格 VS タイピン。このちっちゃいのに今日手が出ん。待って待って、タイピンじゃなかった、まさかのロースコア対決となっておりますが、よしよし、あカブレラ、おお取った、前進して取った、カブレラが前進して取った。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。あーこれは無理か。いやーもうね隅田くんに勝ちをつけたいという欲がもう系統を邪魔させる。あー勝ちつけたい。出たよここでオールサブポジオーダーの欠点が、左キラーに任せる。うわー来た来た来た、タイピン来た、狙われてたな多分。さあお次は右のワンポイント、強気、そう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 、いいまっすらだわ、取れる、よし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 、おお来た、固め打ち流す位置。ビエイラ、ビエイラ最近めちゃめちゃ動画で出ますね。よしよしよし、固めた固めた固めた、カチンカチン、なんとかなったわ。こうなっても単打しか打ってない時は自分の負けパターンですからね。うわえぐ、縦すらホームランで逆転さよなら。うわーやばい、全然曲がってこなかったな。よしよしよし、チームを救う手法の一本が見てみたい。フロ、うわー超えなかった。これ動画時間大丈夫かわからないけど勝つまでやりたい。カップポジオーダーに2連敗許されないよ。 OK 早い、スパンジーデッサン固め中ですよ今。固め打ちね続くからね、ほらよしよしよし、まあまあまあ裏固め打ちだ方 OK、 いいねこの 2,3 番はねつなぐ。そして主砲、不敗神話なくなっちゃってね、2敗神話になっちゃったけど、それでも21号打ってるからね今。あ惜しい、でも手法ないバッチすぎるわ。
いいよ、収穫したい収穫したい。いやいいね。いや1点収穫したぜ。お、チャンス出たんじゃね。うわナイス、オッケー。ナイバッチナイバッチ、ユーサーの声を来てほしいな早く。うわチャンス出た、明徳義塾の4番、一発放り込む力持ってますからね。そう、うわうまっ、オッケーオッケー、てろ。あーちょっとアーティス出て、せっかく得の位置上げたのに。きたきたきた、越えろ越えろ、落ちろ、いやー落ちない。あー頼むぞ、この動画が出てる頃には西武入団が決まっているのか。取れる、あ間違った、抜ける、よしよし抜けた抜けた、オッケー、打ち、うわ出た、片目打ち打法炸裂しますよ裏では。うわ入れ、おおナイス、やば感動、スパンジの一発が見れた。あこの回を機にね打撃の復調を目指したい。ありがとうございました。